大丈夫か？これくらいの傷ならどうせすぐに治るから。すごい、もうほとんど治癒してます。これは一体？よくわからない。私に宿るこの力が何なのか。ひとまず怪我はもう問題ないようだ。だがあんな無茶は二度とするな。うん、ありがとう生命。目が覚めた？いきなり襲われたら驚くわ。まずは話し合いましょう。そうよね生命。どうやらわしの負けのようだ。さあ煮るなり焼くなり好きにせえ。すまぬ我が友のスズメよ。どうやら仇は取ってやれぬようだ。先ほどから一体何のことだ。全く身に覚えがないのだが。それでどうしていきなり襲ってきたの？あくまでしらを切るというか。ならば教えてやろう。わしがここに乗り込んできた理由をな。それはそこの獣が我が友のスズメを食らってしまったからだ。え？もしかして琥珀のことですか？ああ、しかも残酷にも生きたままバリバリと。かわいそうに骨の一つも残らなかった。どうだ陰陽師よ、お主がそこの獣に我が友を喰らうよう命じたのであろう。琥珀、本当にお前がやったのか？そんな生命様、この琥珀を疑うだなんて。つまり誤解？もちろんです。生命様は信じてくれますよね。問題はどうやってあの者にそれを納得してもらうかだな。生命、私に任せて。もし本当にそのスズメが食われて死んでしまったのならなんとかなるかも。なんとかって一体どうするんです？わかった、カグラに任せよう。一度だけ身の潔白を証明する機会をちょうだい。身の潔白だと？そのスズメが食べられた場所まで私たちを連れて行ってほしい。それでわかる。もし本当に生命がやったのなら私の命も一緒にあげるから。今一度貴殿に問おう。お主が命令してそこの獣に我が友を食わせたのではないのか？全く覚えがないが、陰陽師として神羅万象に誓おう。こっちだ、ついてこい。分かってもらえたんでしょうか？さてな。それでカグラ、一体どうするつもりだ？見つけさえできればあとは私が話すから。生命様、先ほどの戦いちょっと危なかったですよね。ここは陰陽師として式神を召喚してみましょう。大丈夫です。カグラ様の助けがあれば力を失っている今の生命様でもちゃんと召喚できますよ。覚えていますか？この世には幽霊や妖怪といった鬼、陰界の住人たちがいて、普段は山や川、都のあちこちに潜んでいるのです。生命様みたいな陰陽均衡を保つ力を持つ陰陽師はその者たちと契約を結び召喚することができます。そう、式神召喚にはいくつか種類がありますが、まずは基本の召喚法を試してみましょう。さあ、礼符に樹の文様を描いて式神を召喚してください。その時には救急如立領の祈祷もお忘れなく。オンカバラシツルシンナカラッタ。
ればうまくいきそうですね。生命、そうだ、ついでに他の召喚法も試してみましょうか。樹の文様は式神との契約の印ですから、間違わないようにしっかり描いてください。おう、変わらしつるしになくなる。ボールで閉ざした心に鼓動などあるはずないだろう。おお、すごい式神を召喚しちゃいましたね。さすがは生命様。すべての式神は星6にまで進化させることができます。どんどん使って育ててあげてくださいね。ここがそのスズメが食われた場所なのか。ああ、その通りだ。骨の一つも残ってはおらぬがな。それで一体ここで何をするつもりなのだ。まずは調べてみましょう。何か痕跡があるかもですよ。気をつけて、生命。どうやらアッキーもたくさんいるみたい。地下をこうしてよ。琉球如立寮、琉球如立寮。鬼火はスキル発動のために必要な、まず発動したいスキルを選んでください。それで神楽、一体どうするつもりだ。ひとまずスズメの死の痕跡を探しましょう。生命様なら見ることができるはずです。人ならざる者たちの存在を。確かに人ならざる者の気配がするようだが。よし、ここは見てみましょう。生命様。何かが寝てますよ。猫。どうやら化け猫のようだが。あやつは救命猫だな。いつもぐうたらしておる。いけすかんやつよ。犬臭いやつが悪口を言ってる気がするけど、今は眠いから気にしないにゃん。どうする、道端で寝ていては往来の邪魔だ。切って捨てるか。放っておきましょう。ひとまず害はなさそうだし。そうですね、他を探してみましょう。生命様、お腹いっぱい、命もいっぱいだにゃん。ゴロ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 。
何かの羽みたいですね。これは間違いないスズメの羽だ。まだかすかに残っているみたい。これならいけるかも。何をするつもりだ、カグラ。この世に未練を残すものよ。どうかその声を聞かせて。そのスズメとは仲が良かったのか。ああ、わしもかつてはやんちゃでな、人を襲うような狂犬だったこともある。何も信じず、ただ暴れていたわしに信頼というものを教えてくれた者がいた。それがスズメ。あやつの信頼に応えるためにわしは自身を抑える術を磨き、良き鬼に生まれ変わったのだ。大切な思い出なんですね。貴様がそのスズメを食らってしまったがな。だから誤解なんですってば。これは一体。これはもしや霊媒ですか。あれ、犬神さん。お主はまさかスズメなのか。あ、そっか。僕死んじゃったみたいですね。スズメよ、聞かせてほしい。そうだ。お主を食らったのはどんな獣だったのだ。食べられた獣？そうだ、僕誰かに食べられたんでした。突然だったからあまり覚えてないですが。何でもいい、思い出してもらえないだろうか。琥珀じゃないですよね。あ、そういえば確か頭に尖った耳があって、尻尾も2つありました。尖った耳、尻尾が2つ。やはり貴様が犯人ではないのか。違いますよ。それからそうだ、やたらとニャーニャー言ってたような。陰陽師殿、わしは犯人に一人心当たりがある。奇遇ですね、琥珀もです。出てこい、そこのアッキーを。にゃバレてしまっては仕方ないにゃ。貴様が仇だったのか。その通りだにゃ。貴様、よくも我が友を。こうなったら証拠隠滅だにゃ。そこの美味しそうな人間もろともみんなにゃんが食べちゃうにゃ。生命様。わかっている、助太刀するぞ犬神よ。かたじけない、陰陽師殿。さあ私と共に戦ってくれ。琉球如立よ。
主の仇は取ったぞ、スズメよ。ありがとうございます、犬神さん。でも、どうやらそろそろお別れみたいです。スズメ、行ってしまうのか。わしはお主からもらった信頼にまだ応えられてはおらん。そんな顔しないでください。お別れが悲しくなるじゃないですか。スズメよ、わしは一つだけ方法がある。陰陽師殿、我が力でそのものを守護霊として定着させよう。生命様、まだ本調子じゃないんですから、そんな無理を。構わない、この程度のこと。どう、体が軽い僕、犬神さんの守護霊になっちゃいましたよ。これでずっと一緒ですね、犬神さん。おお、スズメよ。よかった、寂しいのは辛いものね。生命様、これでやっと琥珀の濡れ衣が晴れましたね。私は最初から信じてた。本当ですか？もちろんだ、琥珀。やっぱり琥珀のご主人様は生命様だけですよ。これで一件落着なんですかね。いや、まだ終わってはおらん。陰陽師、いや生命殿、この犬神、生命殿に受けた恩を返すため、今後は式神としてこの力を貸しましょうぞ。構わないが、いいのか？もちろんだとも。手助けが欲しい時にはいつでも呼んでくれ。頼もしい仲間が増えたのかな。それじゃあ定員に帰りましょうか。琥珀、ちょっと疲れちゃいました。あ、そういえば犬神さんはどうして生命様と琥珀が仇だって思ったんで。親切な者が教えてくれたのだ。阿部の生命こそお主が探している仇。にゃんの命は9つあるにゃ。1つくらいなくなっても平気だにゃ。おのれ陰陽師、おのれ阿部の生命、この恨みは必ず果たしてやるのにゃ。猫の恨みは恐ろしいにゃ。にゃーはっはっは。所詮は役立たずの獣どもか。次の手を打たねば